アメリカ軍とイギリス軍は中東の航海で民間商船を狙った攻撃を繰り返しているイエメンの新イラン武装組織風刺派に対し、新たな攻撃を行いました。アメリカ国防総省は22日、アメリカ軍とイギリス軍がオーストラリアなど4カ国の支援を受けてイエメンにある風刺派の拠点を攻撃したと発表しました。 アメリカ中央軍は風刺派のミサイル関連施設や地下の武器保管施設など8か所を標的にしたとしていますイスラエルとハマスの戦闘を受けて風刺派は去年11月中旬以降航海を通過する民間商船などを30回以上攻撃していて航行の安全や世界的な物流に影響が出ています アメリカ軍とイギリス軍は11日にも風刺派の軍事拠点などを空爆しています。